これはね、ジョハリの窓って言って、まだ見ぬ自分の可能性を広げる、つまり本当の自分を知るために用いる方法論なんだ。自分の性格を窓に置き換えてね。窓？その窓の横軸は自分が自分を理解しているか、縦軸は他人が自分を理解しているかを示しているか。それからそれぞれの窓を開放の窓、ノートの窓、秘密の窓、未知の窓として、相手の自分のことを知るために他人が自分のことをどう思っているか、開放の窓、今まで自分でも気づいていなかったことが分かる。どう？面白いでしょ？